やられたらやり返す、倍返しよ。うわ、ここも水没。歩ける道は一体どこにゃ。崩壊獣がまだうろうろしている。この3年間ここから一歩も出ていないのか。ライデンブレード、上空誌から脱出しようとしていました。そしてここで姫子先生の部隊と遭遇したんです。あの時姫子先生のことを敵だと思って、私たちの間でちょっとした衝突が起こりました。この残骸を見る限り彼女にかなり迷惑をかけたみたいね。はい、あの戦闘で私の体内の律者エネルギーが暴走したんです。それを姫子先生が命がけで抑えてくれました。その後ハイペリオンはドッグに入り、試験段階だった戦艦兵器を壊した上にそれを直視でなくしたと聞いています。そのせいで姫子先生は危うく本部から処分を受けるところだったそうです。最後は学園長が何とか場を収めてくれたようですが、逃げている間私はいつ暴走するかもわからない力に恐怖を感じていました。暴走した時は何もかもが終わってしまったと思ったほどです。でも次に目が覚めた時、私は温かいベッドの中にいました。そして私の前に現れた姫子先生は、私が律者であることを少しも気にせず接してくれたんです。私に向かって力を制御できるよう育てると言ってくれました。それが私がバルキリーになった理由でもあります。もう3年だなんて、時間が経つのは早いですね。